メトロポリタン生命保険会社タワーは、アメリカ合衆国ニューヨークに立つ、超高層ビルである。メトロポリタンライフタワー、または、メットライフタワーとも呼ばれる。ニューヨーク市マンハッタンのマディソン街とパークアベニュー、サウスの間の東23丁目、マディソンスクエア公園の側に立つ。設計は、建築事務所、ナポレオン・ラブラム・アンドー・サンズ。建設は、ヘドン建設会社が担当した。 このビルは、イタリア・ベニスの首労をモデルにしてデザインされた。1909年に竣工し、2005年まで、メトロポリタン生命の本社ビルとして機能していた。また、ウールワースビルが完成する1913年までの3年間、世界で一番高いビルであった。現在、このビルの一部の時計塔の住所は、マディソン街5号である。その前に、クレディスイスがビルを構えていたときは、 マディソンが1号であった。このビルは1972年にアメリカ合衆国国家歴史登録財に追加され1978年にアメリカ合衆国国定歴史建造物に1989年にニューヨーク市指定歴史建造物に指定された。1920年代後半、メットライフ社の事業拡大に伴って1909年に 建てられたメットライフタワーと1919 19年に建てられた北別館ではオフィスをまかないきれなくなっていた。そこでメットライフタワーの北側へのオフィス拡張が計画された。当初は100階建てのビルテレスコーピングタワーの計画も出されたが、1929年の強行により、計画は大幅縮小を余儀なくされた。こうして1950年、 計画の100階建てビルのうち32階建ての土台部分が北建てとして完成した。メトロポリタン生命本社コンプレックスは1996年1月19日にアメリカ合衆国国家歴史登録財へ登録された。ありがとうございます。